こんにちは。この馬のおもちゃですけど、もうこれゼンマイをこう巻いてもなんか歩こうとしないっていうか動かないんで、はい、これを直します。大体原因が分かってきました。これ、まあ、ゼンマイを牛巻いといてで、そのこの中身自体は動くんですよ。こうね、それがボディをつけてかしめていくと、ボディがここをギュッとかしめていくとぴったりするじゃないですか。そうすると、ここが少しへこんでんだね。で、ギュッとつけちゃうと、ここ行って、下まで行った時に、これがカタって戻りきれないよね。だから、これが少し緩むと、戻ると。だから、上行って、下行った時に、折り切んない。で、この指をちょっと緩めてあげると戻ると。だからここが干渉してるんで下まで折り切らないんで、ちょっと削ってあげましょう。ここね、動きそうだね。ちょっと止まるけど、どこ干渉するんだろうと。うん、まあ動いたからいいか。なんか一回止まるね、これ。まあこんな感じで勘弁してくれ。ですね、まあ動くには動くんですけども、やるじゃないですか。こう止まっちゃうわけで、もう一回やるとまあこんな感じなわけで、これは多分こういってここからのこのバネがちょっと弱いか、もしくはなんだろうね、こういった時に最後までこっち行ききらない、どっちかなんだよね。だからこの
まあこれバネってゼンマイの音じゃなくて、これ戻すこの足のバネね、ここにウェイトをつけてあげる。例えばこのぐらいの重さ、鉛みたいなね、ちょっとこう磁石でつけてあげる。多分これでこのぐらいのウェイトで、いいね、このぐらいのウェイトでいいよ。まあいいんじゃない、はい、例えばこのくらいのウェイト、ここいいかな、いいね、ここがいいね、はい、ここに1枚このくらいの重りをつけてあげるとちょうどいい感じで、これが最後までこう行くんで、こう行くんで、これがないとどうしてもこれが最後までいかないと、これで止まっちゃうのよ、こうね、はい、これをこのくらいのものをつけてあげると、はい、じゃあちょっとダーツの旅に行くんで、これ朝今5時でしょ、はい、行ってきます。頭にウェイトも入ったんで、これを、組み立てていきましょう。いいじゃないよ。